水穂型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。区分記号は PLH、交渉船系はヘリコプター2機搭載型。1979年国際会議機関で海上捜索救難に関する国際条約が採択された。これに基づき、後にアメリカ合衆国との間で日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の海上における 捜索及び救助に関する協定が締結され、日本の分隊区域は北緯17度以北及び統計165度以西とされた。これは日本の沿岸から実に1200海里の果てにも及ぶ広大な海域であった。1980年末には野島崎東方の太平洋上でドナウ、アンティパロス、尾道丸と立て続けに、 大型船の海難事故が発生。また1981年3月には、マラッカ海峡で大型タンカーと貨物船の事故が発生したこともあり、広域紹介体制の整備が急務となった。1980年のイラン・イラク戦争勃発に、際して法人救出が問題となった経緯もあり、当初は巡視船、宗谷の初期設計案をもとに、 航続距離の増大及び人員収容能力強化、アクティブソナー装備などの改正を加えた案が検討された。海上保安庁部内での審議の結果、ヘリコプターは既存の一機搭載型 PLH と同じ中型ヘリコプターに縮小されたものの他は、概ね計画通りとされた。しかし1981年10月の新聞報道をきっかけとして、 ちょうど開催されていた第95回国会の衆議院予算委員会において、奈良崎矢之助議員より武器使用に関する文民統制の観点から問題がある旨の緊急質問がなされ、昭和56年度での予算要求は断念された。このような経緯から昭和58年度ではソナーの装備や法人救出などは取り下げて、その使用目的を延用での警備救難。 海洋汚染、漁船の不法操業への監視取り締まりに絞って、再度の予算要求が行われた。これらはいずれも重要な課題とされており、特に SAR 体制整備については、海保も1982年に入って SAR 準備室を設置するなど、具体的体制整備を進めていたことから、今回は無事に予算承認された。これによって建造されたのが本型である。 船系は既存の一機搭載型 PLH と同じく、朝鮮首朗型が採用された。少ない指揮出力で所定の速力を確保するため、船首部は巡視船として、初めてのバルバスバウを採用して、増波抵抗の低減を図り、また、L、B 比も一機搭載型 PLH を上回った。漂白時の波浪衝撃緩和のため、船尾形状は、クルーザースターンとされている。 構造様式は縦肋骨構造とされ、縦肋骨、縦通り張りを設けることで、外反、甲板の断面積を減ずるとともに剛成を増大させた。現、ユラ装置として、既存の一機搭載型 PLH では、原用タンクとフィンスタビライザーを併用する方式としていたが、本型では、船体の大型化によって、フィンスタビライザーのみで、 初期の効果を確保できたことからアートの装備は行われなかった。なお本型では主戦隊後部に多数の予備室を備えており、緊急時の乗船可能人数は約900名とされているが、これは法人救助の可能性を検討した名残である。従来の PLH と同様、寝室の一部を機関室の直上に配置せざるを得なかったが、騒音対策の配慮を強化した結果、 津軽型、筑前で、室内騒音が70本だったのに対し、水穂では65本まで低減された。主機関は、ディーゼルエンジン2機で、両弦2軸に1機ずつ配している。機種と出力は各船で異なっており、1番線、水穂では、NKK ピルスティック 14PC2 から 5V 型を搭載して出力18,200馬力、2番線、八島では、 IHI ピルスティック 12PC2 から6、ボルト型を搭載して出力1万8000馬力である。昭和57年度計画以降の1機搭載型、PLH と同様に、主機関は遠隔操縦式とされており、推進装置の操縦、監視、機関部補機の制御、監視は操打室内で行っている。推進機としては4翼の可変ピッチプロペラを用いており、また、 振動、騒音の低減を図るため、海上保安庁の選定としては初めて心臓時からスキュート型としている。通常航行時、手機が望ましい状態で自動的に運行が行われる、要、回転速度に対応した手機出力に CPP 欲核を自動的に制御する自動負荷制御装置を設け、また高天時、 天打地を含めて、主機のトルクリッチを自動的に防止するため、あらかじめ設定された、使用限度を超えた場合に、自動的に CPP の翼稼働を減ずるか付加制限装置を設けている。電源としては、給電の連続性や設備スペース、経済性を考慮して、ディーゼルエンジンを原動機とする糖出力の発電機、3セットを搭載した。航行中は2機。 出入口などは3機の並列運転を行うこととして、交流電圧450ボルト、合計出力1875区場を確保している。1機搭載型 PLH では順次に式機能の集約化を施行していたが、本型ではその試みをさらに進めて通信室を、航海船橋甲板に移設した。OIC 室を中心として前方に操打室。 左舷側に通信室、右舷側に航空管制室を集中配置し、さらに OIC 室から周辺の会場状況を直接視認できるようい仮面を他の部屋よりも約1メートル高めている。武装はエリコン90口径3 5ト、mm、ル単装機銃1機、及び j m 6 1 2 0ト、mm、ル多重新機銃1機であった。 なお 20mm 多重新基銃として、当初は2隻とも、木川操作式の JM61M が搭載されて、いたが2番線八島では遠隔操作式の JM61RFS に後日換装された。これは暗視装置を兼ねた光学 FCS と連動しており、平成元年度補正計画で建造された四季島で搭載されたものを標準的な装備に加えた。 ものであった両弦に9メートル核一隻及び伸縮式ダビット核一機を備えるとともに7メートル型高速警備級なんて核一隻及びミランダ式ダビット核一機を搭載した。本型の最大の特徴が中型ヘリコプター2機を搭載する点である。このために格納庫の幅を広くしたところ、風向によっては格納庫によって乱流が発生し、 ヘリコプターの運用に支障をきたすことが判明したことから、風洞実験を繰り返し格納庫の形状を整形している。なお格納庫とヘリコプター乾板とのヘリコプターの移動には、海上保安庁で開発されたヘリコプター移動装置が搭載された。これは発着スポットから格納庫までレールを埋め込んでおき、その上を走る牽引台車によって、 ヘリコプターを格納庫まで移動させるものであり、昭和56年度計画の一機搭載型、PLH、筑前で搭載されたものの改良型である。筑前の装備では、甲板から格納庫に引っ張ることしかできなかったが、本型ではレールをヘリコプター甲板後方まで延長し、ヘリコプターの前後に台車を配置することで、引き込みだけでなく、引き出しも一台のウインチで行えるようになった。 搭載機としては竣工後長くベル212が用いられてきたが、同機の運用終了の進展に伴い2014年2月から3月にベル412に変更された。二代目、水穂では当初より原油機を使用するとされており、初代、水穂の搭載機であったベル412は二代目、水穂に引き継がれた。当面の間、動線から解明した。 不装は固有の搭載機なしで運用されることになった。ありがとうございます。